戦後はどういう仕組みかというと、これはまさにグローバリズムなんですけれども、うん、アメリカという国は中国と違うんですよ、うん、中国のやり方がお粗末です、うん、中国は例えばチベットとかで、うん、あの仏教のお寺をぶっ壊すわけです、うん、分かりやすいじゃないですか、うん、お粗末なやり方、うん、中国共産党は典型的なテロ組織ですけど、ワシントンというテロ組織はちょっとこうレベルが違うんですよ、うん、形を残すんですよ、国の形を残して、うん、でその国の中の構造を乗っ取るわけなんですよ、うん、でそのやり方としては、その方法としてはお金とか、またはまあ政治家を買い上げるという方法なんです、うん、原口あの先生のお話はまさにその通りだと思います、うん、日本という国はまだ一応残っているわけですけれども、うん、自主防衛やっているというような意識を持っている人は多いと思うんですけれども、うん、この国はグローバリストの捕虜、虜になっているわけです。で、日本だけではないですよ、うん、まあ、ヨーロッパのほとんどはそうですし、ドイツも典型的なその一例ですけれども、うん、アメリカという国もグローバリストの捕虜なんです、うん、私たちはワシントンの虜に過ぎません、うん、で私がワシントンを批判すると、うん、お前が反米だと言われて、うん、それはちょっと理不尽なんですね、うん、でワシントンのプロパガンダを国内で担当している日本人が私に対してお前が反米だと言っていて、それはちょっとちょっとな、それは何なのよと思うんですよ。目覚めてください、うん、この日本、私の国アメリカ、他の国々もグローバリストの虜に過ぎないなんですよ、うん、で国が残ってるとまずパッと見たらそう見えるんですけれども、うん、そうじゃないなんです。なのでナショナリズムとグローバリズムの対立で、うん、グローバリズムについて話す人はちょっと間違っているなと思います、うん、あのナショナリズムはまずどういうナショナリズムなのかと、うん、まずその定義をしなければならないと思います。そうですね、グローバリズムの話で言えば我々が反日っていう形に言われているのと同じですね、はい、だから我々から言うと親米保守の人たちがね、抜け抜けこの戦後79年ねやってきた流れっていうのは、はい、やっぱこれは反日政策ですよ、ずっとね戦後が通りです、日本を全部壊していく、そうです、その通りです、そういう流れだったっていう、この痛切なね、はい、反省や痛みみたいなね、私から憤りも含めてね、はい、我々の中でやっぱり自分たちがもう責任があると、アメリカ側もそうです、権力を持ってね、さっき原さん言ったようにね強い力持ってるけども、でもできないことは なかったはずだっていうところもね、力の強い人にねなびいて、はい、奴隷根性になる連中がたくさんいたっていうね、そういうところもやっぱり2つ見ておかなきゃいけない。伊藤寛先生がいつもおっしゃっているのは、うん、ビシージャポン、その通りだと思います、うん、この国の政府のほとんどの人は、うん、外国のパワーに使えているわけなんですよ、うん、日本国民のために稼働しているわけではないなんですよ、うん、そうですね、今までこう戦後レジームを担当してきた、うん、いわゆる親米保守は反日どころかちょっと人間失格とも言いたいなんですよあんなにこう日本人が大嫌いと思う人は、それはただただ反日だけではないですね、人間が嫌いからその連中と協力しているわけだと思います。いや、だからね、この例えば今石田さんね、アラブの世界っていうか、うん、中東含めて今イスラエルと戦ってますよね、うん、で